大きては、中国人の社会事業家、宗教家、関東大震災の直後、陸軍により殺害された、満州吉林省長春出身、鉱山主の長男として生まれる、キリスト教徒、1917年頃、州恩来などと同じ頃に日本に留学、1917年、一高特設予科に入学、寮では、 横田正敏らと同室であった。1919年5月、54運動を受けて、東京で行われたデモのリーダーの一人として、警察にマークされるようになる。同年9月、八甲に入学するが、東京の中カビエビ協会の牧師が帰国したため、1921年に上京、協会の代理牧師となった。中華 YMCA の幹事も務め 将来を職望される存在で、中国人労働者が多く住んでいた東京府、南葛飾郡大島町に、中国人救済組織、協備共済会を結成して在日中国人を助ける運動をしていた。旧政軍の山室軍兵とも親しく交際している。関東大震災発生後、早稲田の中国人留学生宅に身を寄せていたが、中国人虐殺の噂を聞き、9月9日、 共済会の様子を見に、大島へ行く。憲兵隊の臨時派出所に寄ったところ、不審人物として拘束されるが、中国人を陸軍の奈良市の演習場へ護送する任務を行っていた野戦中砲兵第一連隊の遠藤三郎隊員の依頼を受け、11日まで護送業務に協力する。その後、解放されるが、改めて亀戸所に拘束される。 中国人のリーダーである王を危険人物と認識していた同地の野戦銃砲兵第三旅団がこの木に王を殺害することを起とし、警察から身柄を引き取った。9月12日未明、旧中川の坂西橋付近で野戦銃砲兵第一、連隊、柿内中尉が王を残殺、死体は遺棄された。王の殺害を知った陸軍中枢は犯人の処罰を忌避し事件を隠蔽する。 しかし10月、王が消息不明となった直後から足取りを探っていた王の友人、王朝清が中国に帰国し、王の殺害疑惑が代々的に報道され、外交問題化する。11月、王政定を団長に、中国人虐殺に関する調査団が来日するが、調査団に対し日本政府も隠蔽し続けた結果、事件はうやむやになった。戦後、 事件隠蔽に関わった遠藤三郎や海原霊下で活動した野戦重砲兵第三旅団の伊藤兵、久保の茂治などの証言により事件が明らかになった。1974年1月、中華人民共和国政府から革命烈士の称号を追贈された。ありがとうございます。